愛媛県立西条高等学校は愛媛県西条市民屋敷に所在する公立の高等学校。1896年に愛媛県人城中学校等予分校として開校した公立学校。高知は江戸時代の西条藩、陣屋跡で堀の内側にあり、堀には噴水が設置されている。また陣屋の正門である大手門がそのまま校門として使われている。 同様の事例には、長野県上田高等学校、京都府立園部高等学校、附属中学校、佐賀県立鹿島高等学校などがあるが、全国でも珍しい。公式野球部は、1959年の第41回全国高等学校野球選手権大会では、夏の甲子園優勝を果たしている。合唱部は、1978年第45回、 NHK 全国学校音楽コンクールで最優秀賞獲得。1996年に行われた第16回全国高等学校クイズ選手権でも全国優勝を果たす。この3大会での全国制覇は西条高校のみである。2015年に創立120周年を迎えた。お堀に囲まれたところに立地しており、学校周辺にはマンションやアパート、 一個建て住宅が多数立地している。耐震性の確保を主な理由とし、2013年9月から体育館の新築工事が行われた。2014年9月までに旧体育館の解体と新体育館の着工が開始され、2015年3月に完成した。新体育館は既存の体育館を解体した跡地に建設。その規模は、 鉄筋コンクリート一部木造2階建て延べ1696平方メートルである。高いレベルの分布領土を目標に掲げており、部活動が盛んである。ありがとうございます。